皆さん、こんにちは。こんにちは。連休も終わっちゃいましたね。終わっちゃいましたね。はい。すごいこう楽しみにしていただけにこう終わっちゃうと、気持ちがストーンとなっちゃうですよね。はい、でも楽しかったですね。そうですね。ね、まあ、あの結構お天気にも恵まれた方。そうですよ。本当に。後半、そうですね、ずっと天気で 7日だけの7日も、あでも降ったね、降った、うん、降りました。そうですね。でもそれほどでもなかったですね。なかったですね。はい、うん、そこへ来て天気終わった途端に今日そうなんですけど、すごいですね朝から。そうなんです。朝は一時ね、うん、こうちょっと日もさしたりしてあれって思ったんですけども、先ほどねさーってもう大雨でしたね、はい、かと思うとさーっと引くんですけど、でもまたしばらくするとさーっと雨が降ってね、スコールのようですね。そうですね、うん、でもなんとなく少し雲が切れてきたかなっていう、うん、空さん天気予報士の見立てと言った方がいいでしょうかね。一応多分4時ぐらいになると雨はぴったりとやめるので、その時にね出かけたい人がいるんですよ。雑用係さんも雨になるとこないだからね、出かけたくて出かけたくてしょうがないんです。どこに、どこかに、どこかなんでですか。新しい長靴買ったんですよ。そう、前からね長靴欲しかった。ただなんかこう作業用のね長靴で寂しいんで、ちょっとショートだけどね。はい。まあ、ちょっとブーツに、ブーツとかな、ブーツに近い、でもハイカットの靴に近い。うん。ね、すごいお気に入りを見つけちゃったんですよね。なかなか見ないですね。もう、あの長靴はあれがもう最後でしょ。最後って人生。もう人生も短いみたいじゃないですか。あなたの人生最後の長靴よって。最後ですか。人生短かったな、本当に。だから10年は履けません。思い返せば幼稚園の時にこんなちっちゃなこう長靴をママから買ってもらって、小学校もいくつか買ってね、最後の長靴買ってもらいました。もう二度と買うことないでしょ。多分雨の中出かけるのが嫌な年齢に、めんどくさい年齢になるんじゃないでしょうか、うん、危ない年齢、雨の中出かける。でも本当は梅雨の季節でちょっと憂鬱でしたけども、はい、あの長靴のおかげでね、なんか出かけるのが楽しくなってきた。そう言っていただけるとちょっと奮発して買ってあげた甲斐があったというものです。なんか初めて聞くね、アメグンダナーという会社の長靴でね、はいはい、まあ、知ってる方は知ってるのが僕初めてで、うんうん、なのでこの間も雨だったのにルンルンと出かけていきましたね。もう安いもんですよ、長靴一足であんなに元気に出かけていく。なんで後でちょっと買い忘れたものがあるので買いに行くんですけども、あまりの雨だったら雑用係さんにお願いしようかなと。そう、夕飯のね、はい、おかずと飲み物、はい、そんなこと今チャンスで今やんでますか。そう、でも水たまりいっぱいだから、うん、そうか、じゃ僕行ってみましょうか。で楽しいんですよね、長靴履くのが、うん、はい、もう連休の最後の最後に長靴を買っちゃいました。あと何か嬉しいことありました？と最近ね、あのこの団地の南の方行くと浄水場があるんですけど、そのあと先に行くとね、川崎市の北部市場っていう、はい、中央卸売市場なんですよ。結構大きいね。そうですね。うん、お花もあったり、そう、野菜果物もあったり。一般開放8時からしてるんで、はい、平日も土曜日も毎週してるんですけど、平日も8時以降に一般開放なんですよ、うん、はい、でこの間ね、それほど期待しないでこう行ってみたらもうび
主に私たちは水産物、うん、要はお魚ですね、はい、結構小売りしてくれないのかなと思って、ちゃんと小売りして、はい、スーパー並みにね小売りしてくれていろいろ買ってきちゃった。でまず最初に買ったのがマグロも買ったし、牡蠣、殻付きの牡蠣、ホヤも買いました、はい、牡蠣も岩牡蠣ってこんな大きいよね、はい、あの雑用係さん開けられるんですよ、うん、昔ねちょっとやってたんです、はい、そう仕事じゃないですけど、あの漁師ではなかったんですけどね、うん、なのでこうちょっと開けて、ね、楽しみました。楽しいですね朝ね、まあ、ちょっと早起きして眠い部分はあるんですけれども、できます。今日その延長なんでね、ちょっともうっこう時刻は2時なんですけれども、6時ぐらいの感覚でそろそろ夕飯にしようかみたいな、そんな感じですね、はい、はい、そんなことをね連休前に知っちゃったんですよね、はい、なので連休も間の平日にねちょっと行っちゃったりして、はい、そんな感じで近場で楽しんでました、はい、ということで長靴の話でこれだけ盛り上がるとは思いませんでした、はい、あのそろそろ商品アイテムの紹介をしてほしいと、多分きっとあの私もいつも編集後の見るんですけども、商品紹介の時間よりも前段が長いんですよ、まあ、長いですね、これいけないなと思うんですけど、ね、思うんですけどね、はい、なので今日はサクサクと入ります、はい、はい、ということで今週は何を気になるのかね、はい、白樺ともみの木のカゴが届きました、はい、それとはい、マリメッコとホコールのはい、お願いいたします、はい、はい、今回ねカゴはちょっと大きめのものが中心ですが、うん、はい、はい、いろいろとねインテリアとかにこうあの皆さんの生活の中にね、うん、ちょっとこう取り入れていただけたらなと思います、うん、はい、はい、ということで最初は何を、はい、なんか出し方が何とも言えない、はい、こちらは縦長のもみのです、ね、ここから何か入ってますか、はい、店長の提案ですね、はい、これね、もう30年はここになるまですごい年月かかって、30年かかって飴色になったカゴ、はい、で結構ね丁寧な厚手のヘリ材ですね、はい、厚手使ったらかなり丈夫で、ここに持ち手も等ですか、これはね、はい、すごい形もいいですね。でこれじゃあ何にしようって言った時に上げ底にしてね、はい、こういう観葉植物とかこう入れてもいいんじゃないかっていう、すごくこのつるのあるもので、うん、あるものですとすごく映えるなと思って、うん、あとはあのインテリアにいいですよね、うん、お店の店舗とかね、そうですね、お店なんかいいですね、いいですね、なんで無理して何かを入れるってことしなくても、うん、すごいこの形としっかりさとこの飴色で、うん、これだけでインテリアを飾ったり、もちろん飾ってもいいですし、うん、下に置くっていう感じですね、そうですね、すごい、もうちょっとショートなものは過去ありましたけどね、うん、ありましたね、はい、ここは長いのなかなかない、カフェなんかでもいいですよね、いいですね、うん、はい、ね、こちらですね、はい、真上から見て楕円ですね、はい、オーバル、はい、でね、これ実は後からよく見ると、はい、ここにこうハンドルがあったみたいなんですね、あ、はい、で何かの都合で取ってしまったみたい、棚に入れなかったんでしょうかね、うん、そう、ダメージがあったわけじゃないんですよ、なんか都合でなんか入れるんでいらないわってなんか取っちゃったのかなみたいな、ですから普通はこう木の根っこをね、大体これそうなんで木の根っこを編んだものをこうやってるんですけど、そういうご自分の後からつけてもいいですし、あと普通の紐でもいいですよね、麻紐とかね、うん、そういうのもいいですしね、していただくかとか、まあ、確かにハンドルない方が出し入れがしやすい、出し入れしやすいです ね、 ね、でこういうところの収納、棚の収納とか、ね、はい、いいんじゃないかなと思います、はい、ボトル入れですね、あの奥に瓶あります、まず多分ね、三ツ矢サイダーとか
コーラの。朝でワイン買ってるから。ワインね、ちょっとワインきついかな。きついですね。こういう、僕は思うのはやっぱこれもやっぱこうですね。入れて、テンポなんかの。かわいい。飾りいいでしょ。いいですね。これも30年じゃ効かないですよ、このヴィンテージ。これいいですね、そういう使い方。この木の根っこは、ね、太いハンドルもまたちょっと魅力ですよね。あとこの牛乳瓶いいですね。牛乳瓶ですね。それこれ花瓶って言ってるから、いいでしょ。いや、この花瓶見たもんです。はい。自然思考で。はい。ね、まあ、もちろんこう、瓶の収納もね、はい、いいでしょ。でもこれそれで、配達の牛乳屋さんに壊れちゃう、これ持ってかれちゃいますね。持ってかれちゃいますね。そういう宅配したもんだ。わあ、素敵。結構作りとしてはかなりこうワイルドな感じですけど、うん、でもなんかしっかりしてます、うん。しっかりはしてますね。切ってここまで丈夫なんだなみたいな。はい、吊り下げ式のこれ薄い壁材で編んでますね。うん、丁寧な綺麗な作りでございます。これはあんまり年数が経ってない方でしょうかね。そうですね。うん、こういうところに何かこう入れるとか。なんか、うん、こういうガーベラもいいですね。一輪で、ね。このままじゃいけないですが、何かちっちゃな瓶をショートのまで入れていただいて、はい、こんな感じでね、こうやって入れる。あとドライフラワーとかでもいいですね。あ、ドライフラワーですね。こんな感じでね。はい。グラスという冷たいものと木の温かいものって、はい、その組み合わせがいいですよね。いいですね。ね、はい、こちらですね。で次こちらは、お、多分ブレッドバスケットとして使ってたかなっていう感じで、これもそれほど年数は経ってない方なんですが、うん、ただわかりますか、ちょっと油っぽいシミがこう、無色のシミのね。うん、裏もございます。でも状態としてはいいですね、うん、木の状態はね。なんか自然とオイルド加工に近いだから、多分オードブル入れちゃったかなみたいな。そうですね、うん、ということはそういう用途が一番いいのかなっていう、うん、ちょっとこう布巾なんかとか、うん、こうパン入れても入れてブレッドバスケットという感じですね、はい、パーティーで使えそうですね。使いますね。そしてこちらハンドメイド等の家具ですね。トッキトッキトッキ、何ですか、何ですか、同じレベルですね。とんでもございます。目がこうハートにさせる、よく絵文字で絵文字のスタンプね、今ハマってるんですよね。はい、ということで陶でできたハート型の家具、はい、はい、作りとしては同じですね。同じですね。赤いボールがこうあって、うん、クッキー入れたりね、うん、そうやっていいですね。もうちょっとここはちょっとシミ、油っぽいシミになってますけどね、うん、クッキーかなんか直接入れちゃったんでしょうね。そうですね。どうしてもクッキーやると油がね出ちゃいますからね、うん、何度かこのメーカーはありますね。ハートは初めてですか。ハート型は初めてです、ね、高さ違います。ちょっとこっちの経年感してますね、うん、そして最後は白樺。まずこちらですね。すごいですよ、これ。すごいです。これなんか普通の四角いのをぐっとこうして、うん。どうしたらこういう編み方ができるのかわかんないですけど。どうやるんでしょう。で、裏からひし形ですね。いわゆるね、ひし形。はい。わかりますか。わかりますよ。でまたこのところも混んでますよね、手が。そう、そう。クラウンになってギザギザ。はい。これは初めてですね。はい。でもこう形は面白いですが、ピッチは本当に均一にできてますね。うん、でバランスもいいですね。ちゃんとこう左右バランスもというか、はい、綺麗なというか丁寧な編み方ですね。はい。これブレッドバスケットなんかいいですか。いいですね。ね、ちょうどね。フランスパンを切ったりとか。あ、フランスパンさっき食べちゃった。こことここの中にあります。こちら小物入れですね。四角く入れます。こ
こちらも、まあ、四角。そうですね。ちょっと色が薄めですね。すね多分樹皮の種類が違うんでしょうね。はい、違うと思います。これなんかお裁縫道具とか。あ、いいですね。お道具。これもそうですね。はい。うん、ただ、置いとくだけでもインテリアになりますね。すねうん、はい。アクセサリー。いいですね。うちは関係ないですからね。あります。あれもあるんですか。はい。まあ、その辺の話はまた後で。また後で。ゆっくりと。はい。ということで、過去関係は以上でしょうかね。はい、以上ですね。今回結構多く、はい、大きいものが、そうですね、久しぶりにね、大きいものが来ました。はい。それでこの後は、はい、バリベッコと芳香ルーをお届けいたします。はい、こちらもよろしくお願いいたします。はい。